お疲れ様です。今日はですね、僕はもう原価級最強デッキで紹介していこうと思います。さあ皆さん、ね、何が強いんだろうと予想してみてください。はい、3210ということでエレジャイですね。はい、結果はエレジャイでした。まあ、というのも、まあ、現環境はマイティですね。はい、マイティがやっぱ強いよというので、まあ、そのマイティに対してのね、まあ、メタカードっていうのでエレジャイですね。であとはもう後ろにねゴルナイトフェニックス、まあ、そしてボンバーとかこの辺つけとけばなんか勝手に事故りますね。はい、勝手に事故ってくれるんで、まあ、それが強いっすよね。やっぱなんか知らんけど勝てたっていうのはクララではねよくあることだし、めちゃくちゃ重要だと思うので、まあ、それはデッキパワーってことですね。本当にエレジャイゴルナイフェニックス組んどけばね、遠距離系来ても全部トルネでねぐしゃーってできますし、なんとか知らんけど勝ってたはね、まあ、よくあると思います。さあラバっすね。ラバはフェニックスからのエレジャイ受けをしたいですね。よいしょ。でバルーン来たら大砲だったらいいかな。うん、さあこれは誘導できます。あーちょっとなんか嫌だ。いやめちゃんこ嫌だな。いやでもまあキング起動できたんで、まあギリ許してほしい。痛いけどちょっと嫌がらせします。あー、ヤナメですね。しかも、ヤナメだと、うちのボンちゃんは行かれるね。まあでも相手はマイティだし、組んでしまえばみたいなとこはありそうだけど、俺が怖いのはキングっすかね。キングおられないようにしなきゃ。まあマイティはね、一個高めの大砲で、しばけます。さあ、もう組むっすね。もう僕、組み得なんで。施設があるとちょっと嫌っすね。うわー、施設あったんだ。一応つけちゃう、まあ、マイティがいるからで、ガゴもいた。怪しい展開だぞ。ちょっと怪しいが全然勝てないわけじゃない。墓石やばいっすね。正直でもいけそうじゃない？おい！さあ、危ない危ない、ヒヤヒヤしましたね。ラバルのヤナメファイボで、まあ、施設でなければね、ラバも絶対持って楽ちんですね。エレジェが勝手に刺さってね。なんですけど、まあ、タイクフィックスだけで、逆によく勝てたというか、まあ、よく耐えたんじゃないですか。まあこのデッキはね、やっぱ大砲ボンバータルババがあって、ちょっと高回転目で守れるんで、防衛はねやっぱ高いんです。防衛力は。そうエレジャイを出したタイミングで相手の攻めがやっぱ来るんで、そこさえ守れればこっちの攻めはね、ほんと形組んでしまえばもう全てぐっちゃぐちゃできるんでね。エレジャイゴルナイフェニックスボンバー取るねースキルって。はい、守ることさえできればね、マジで強いです。まあ、なので、ちょっとエレジャイはね、序盤出したいんですけど、まあ、相手がメガネと出したら動作合わせるとか、まあ、そういうのはいいと思うんだけど、基本的にはちょっと待ちたいね。そう、3倍タイムじゃねえ、2倍タイムか。3倍までは待ちすぎだ。
トルネよこせよ。しかも台本位置ずれたし。やべえ。気持ちいい。いけー、一発。さあホグクエイクか。まあ気をつけようとかもあんだから。あーマイティだ。まあマイティ金技能したいけど。マジトルネが手札になさすぎてやばい。あ、これ迫撃の方のモグだな。ってなるとシャドウね、捨てます。痛い。これで迫撃をほぐ抜けます。問題はマイキーで金が折れそう。マジでやばい。うわ、これクエイクでさ、しばかれそうじゃない？大丈夫かな。クエイク5周ぐらい回さない俺。うっ、ドヤン来た。でかっ。だってクエイクのダメージやばいよなこれ。俺が決着つけんとクエイクでボコスカいかれそうなんだけど。そうだよね。俺は逆に決着をつければいいんだ。よし、いくぞー。マジで形組んで祈ればいいか。うわ、なんかおしゃれな光栄。よしよしよし、いや殴るよ、めっちゃいいやん。これやこれ。てか相手今迫撃使ったら終わりじゃね。まあちょっとライド削りしてって、いやこのライトいらんかったな絶対。ちょっとやべえか。落ち着いてね。え、バグでしょ。え、バグじゃねえ今の。マジ？エレジャイ？え、ちょっと、ねえ？え？ちょっと待って。え？ちょっと待って今の。そんなことある？あんなに、あんなになんかええ感じになってた。そんなことある？マジか今の。マスケ入るか。ウッドでエレジャイ下がってたけど、全然なんかタゲ取れそうな位置だったんですよね僕的には。でもラジオみたいな死んだらうですね。いやマジかよ今の。まあ、全くいかんけど、全くいかんけどな。大きいだし、次は潰します。はい、マッチングしたら。あー、やまめやば、マジでやまめ強すぎ。新兵トレーグ形組むだけ。まあこれ矢波やばいっすね。ちょっと乱されてるさっきから。まあまあ乱されて、これ追いかけたらもう無視して、無視して、あれやばいなこれ。気づいた、気づいたっす。さて、だいぶやばいこれ。矢波採用がね、最近の投入デッキの苦しいところではある。よいしょ。ファイアボタルだとね、マジボンバー無双。あ、これやべえ。攻撃でもめっちゃ強いですけどね、個人的に。終わりです。
折り身体、あ、ダメージ受けすぎだなあれね。エレジャイ、おー出た、エレジャイで片方の親衛隊をね、エレジャイでこう受けれないと、おい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 、こんなんじゃ最後デッキ名乗れねえだろ、おい頑張ってくれ。さあ鬼連勝かましていきたいっすね。私形組めば多分本当に止まんないと思うんですよね、マジで許せんよなこういうの。マジで、え、おかしいおかしい、マジでおかしい、なんかおかしくなったからガゴガゴ重いって。さあラバルフリーズだ、あのこんなんもうね知らんっていう。でフリーズがね意外とエリジャイのメタなんですよね。固めてる間は反射がないんで、固めてる間のガゴムレとかスケブとかに瞬時されちまうんで、ここ頑張りたいな。ババ行ったらマジで楽。ああフリーズ防衛かな。ん？あ、相手やってる、相手やってる、うわー今卵普通に絶対壊せたけどな相手一歳でやらめ打ちすぎやろ。さあでもここの短期バルーンはライトで落としたいね。よし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 、序盤めちゃんこされたんでちょっとやり返してやったな。でかいと、まあ、全然こっからおられるっすね。フェニックスしかいないんで体育。さあフェニックスにはエレジャーを押していきます。普通にラバ削りくるかな。うーんそうっすね。ドラも打つことないんで押します。で一応守る。よしよし、相手がねフリーズなんで守っとくことに価値があるんですよね。だいぶこう守ることで相手にもう一回ねラバを出しさせたい。よしよしよし、でこのラバはもう守れない。でまあ適当に公園も芝いて、俺守ったらもういや、これは美味しいですね。僕はどう頑張っても止まるんで、フリーズが来てもなんか大丈夫そうです。やーい、でも本当なんかエレジャイ出してあの出してっていうか、もう出したら勝てるんですよ大抵。よし、エレジャイフェニックスゲーですね。エレジャイの後ろのフェニックスが強すぎて、なんか圧着型とかもあるんですけどね、フェニックス型で十分な気がする。さあすごい手札だ、ラッキー、お帰りいただいて。さあタル、いや遅延スキルしかないっすね。そうっすね、まあ、マイティ型かスキキン型、1枚いやー間に合わんか。うん、さあまあ遅延スキャラはマジおらなきゃ序盤、結局もう全て序盤っすね。しかも今回ボンバーもタルパパもあるんで、そこそこに守れる。ベビドラにはまあフェニックス当てて、フェニックス最強っすね相手からしたら、マジできつそう。
もともとチエンスケラって、まあ、インドラがきついんですよね。アイスイズ、ベビードラ、すべてインドラに勝てないんで。だけど、インドラじゃなくてフェニックスにもね、ベビードラだとやっぱ勝ちにくい。アイスイズとのやられるが、まあまあまあ、こんぐらいなら全然全然、なかったようなもんですからね。本当にダメージ受けてねえやん。で、来ても逆再スケキンなんで、おい。あ、ついにちゃうの、流れが。チェン出して。アイスイズトルネで吸えばいい。独特な配置っすね、相手。呪文で巻き込まれるか。問題はまずダメージが通んないんで、ほぼライト削りになっちゃう。デビドラそっちじゃない。ブライト打ってないけど、お願い耐えて。うっ、ミスった。最後最後ライト打たなきゃ負けっすね、さすがに。いやー、危ねーよー。飛んないもんね。なんか相手のアイスイズとか全部同線にいるとね、グシャーってできるんですけど、なんか独特なあのユニット配置にちょっとやられましたね。勝ってた。もうラバーっぽい。ラバーマジで組めば勝ちだな。でも出せば勝ちだよ、レジャイ。ババアとか宝石が嫌なぐらいで。そう、雑把なんで、マジ、ラバスパーキー。まあ、レニペッカー。いや、レジャイ出しちゃうか。早すぎ？ボンバーでもよかったけど、まあ。同じようなもんですね。いや、ラバルのバルキリー型かな。なんか、プロフィールが、ラバだったから。エリジャイの反射で竹が変わるやつ出たわ、これ。よくわかんないけどな。お、サラバルっすね。意外といるっすね。
からのこれバルキリーのサイクルで、え、ヤンチーかな、こんにちは。いけいけいけ、ゴルネイはお前なんかアイドファイブ自分で入れてるってないそんなことなかった今。ゴルネイ当たってた、ゴルネイが避けただけ。緊急する、生まれたてってさ死亡時点があったっけ、あれ今ダメージないのか、いやあるはずよな、でもあればいけてるよな、あれねえのか、ミスター。さあ攻めでエリジェ使ったんで、できるだけ低コストで回して蓋したい、ね、はい、だんだんこれで相手がきついっす。ガチッとね相性がいいだけ、これこういうこと言うんです、相性がいいとは。守れるっすからね結局。よいしょいやさすがに削ってくか、いやハニックスそこで死なれるのが一番しんどい。なんかちょっと回転早いのもいいですね、何もいらねえの、はい、うん、でも頑張ってる。頑張っているが、もう諦めたか、諦めない、マジで頑張ってる。嬉しいのもすんのこれ。さあ回った、しないっすね来てんのかい。さあというわけでこちらのねエルジェフェリックス、まあ、結構簡単に勝てるね試合も多いと思うので皆さんもねやってみてください。ではお疲れちゃんです、またにゃん。